花見公平は、日本の海軍軍人。福島県山郡塩川町町長。君山東随宝章塾君。陸軍少佐、花見忠は弟。歴史学者の花見ついたちみはおじ。塩川町大和座小船の旧家の次男として生まれる。北方中学校卒業後、海軍兵学校に第57期生として入学。 海軍兵学校を卒業し遠洋公開を終えた後、初級士官として、海軍水雷学校や海軍法術学校で学んだ。1930年12月1日に、小尉昇進。その後、従順医療館、古高、軽巡洋艦伊須津駆逐艦上風乗り組みを経て、1932年12月1日に、中尉昇進、宝庫島の警備に就く。 1935年11月15日に、大井昇進、戦艦、山城乗組。1937年陸軍軍人の娘、岩野和子と結婚。まもなく、品事変の発生により、上海に赴任し、駆逐艦、海風の水雷長を務めた。1938年に、海軍機関学校の教官となり、1939年に、軽巡洋艦。 人数に転属。その後、以下の駆逐艦で艦長を務めた。特に第二次世界大戦ただ中であった、天切艦長当時、後のアメリカ合衆国大統領であるジョン・ F ・ケネディが、艇長を務めていた巨、魚雷艇 PT-109 を沈めたことで知られる。1944年に健康上の問題から、艦長勤務を終える。療養の後、同年7月初めに、 清水高等昇船学校の教官となり、同年12月に中佐昇進。1945年2月1日から横須賀陳府出資、同年3月15日付で海軍水雷学校教官となる。戦後、郷里の塩川町に戻り、実家の田畑を工作する生活を送る。1951年にケネリがアメリカ会院議員として来日した。この時、 ケネディと交流があった細野軍事が自分の乗っていた魚雷邸を撃沈した駆逐艦の艦長を探してほしいとの依頼を受けて調査を開始した。細野は福音局などで調べて花見にたどり着き、花見は体当たりで沈めた魚雷邸の邸長がケネディであったことを初めて知る。激励の手紙を送っていただけませんかと細野に求められた花見は1952年の 上院議員選挙に立候補したケネディにあて、自分と天切りの写真を添えて、激励の手紙を送った。ケネディ陣営はこれを新聞に公表して選挙戦に役立て、当選したケネディは、昨日の敵は、今日の友と書き入れた自身の写真とともに、感謝の手紙を花見に送った。以後二人の間で手紙での抗議が開始された。1955年。 花見は、塩川町の助役となり、町長の死去に伴う選挙に出馬して当選し、町長となる。ケネリが出馬した1960年の大統領選で、花見は応援に来るよう求められたが、公務のため都合がつかず、代わりに、天切の元軍委長、元死慶長、元看護長と連名で色紙に寄せ書きをし、渡米の予定があった元死慶長に託した。 色紙はケネディに手渡され、アメリカのマスコミは海の勇士の友情を称えた。かつて死闘した敵国軍人が恩州を超えて、ケネディの応援に回ったことに、多くのアメリカ人が心を打たれたことが、アメリカ史に残る大接戦となった大統領選でのケネディ勝利に貢献したと言われる。1966年に選挙に敗れて、町長を引退、囲碁と近い領区の理事長などを務める。 1994年12月、癌により高い、星良一、ケネデーを沈めた男、日本海軍士官と若き米大統領の日米友情物語、使用処方光人、社、2014年、ありがとうございます。